はい、皆様こんにちは。こんにちはって言ってほしい。はい、ありがとうございます。NPO 活動長いものですから、ここはこんにちはと言ってほしいです。ありがとうございます。はい、それでは311受け入れ全国協議会の発足の記者会見を始めさせていただきます。私は事務局を務めております、遠田と申します。今回の記者会見のお知らせの方の本件に関するお問い合わせというところに書いてありました。東に田んぼの田と書いて、はい、字がちょっと面倒くさいようなものですから、遠田と申します。今日は司会進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。ここもちょっと、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、早速、橋の方からですね、今日のちょっと参加者ということで、名前と所属を、はい、お願いしたいと思います。田島さん。はい、あ、皆さんこんにちは。国際協力 NGO センター JANIC というですね、国際協力 NGO のネットワーク組織で働いております田島誠と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。北海道から参りました東日本大震災市民支援ネットワーク札幌愛称結び場共同代表の三上です。よろしくお願いします。第一一の受け入れ全国の共同代表も務めさせていただいています。よろしくお願いします。同じく311受け入れ全国協会の共同代表になります早尾と言います。地元の活動となるとですね、山梨県の、命結び場放射能から命を守る山梨ネットワークで活動します。あとは子どもたちを放射能から守る福島ネットワークの、保養班の世話にもしています。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。山形から来ました佐藤博史と申します。地元では、毎週末山形っていう名前の、福島の方の保養の支援をする団体を運営しております。また地元の方で疎開をしていらっしゃる、1万人を超える方たちのつながりを、維持するためのリトル福島という方に運営しています。今日は協議会の共同代表として参りました。よろしくお願いします。はい、吉野博之と申します。所属としましては、シャローム災害支援センターのスタッフであります。で、同じように子どもたちを放射能から守る福島ネットワークでは、保養班の世話をしております。また、妻と子どもを避難させている、自主避難させているという保護者の意味でもあります。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。東京のみんなの森財団、事務局を務めております堀内と申します。合わせて受け入れ全国の事務局を担当させていただいております。はい、ありがとうございました。はい、それではですね、受け入れ全国発足の経緯説明を命全国サミットの事務局長であった吉野と他相談会なども含めまして、早尾の方から、はい、経緯説明をお願いします。はい、では私の方から、まあ、そもそものきっかけとなりました、全国サミットについてお話をさせていただきます。このサミットというのは札幌の結び場さんの提案によって、支援者さんも、情報交換をしたり勉強をしたりということが必要なんじゃないかという提案を受けまして、福島市を会場に、行ったイベントでした。2012年の2月の11日の、土曜日の12日の日曜日の2日間行いました。ここでの大きな目標としましては、やはり支援されている方々同士もどうしてもこう縦割りといいますか、旅行の連携がまだまだできていないということ、そこで共同で一緒にやっていくといろいろな点がクリアされる可能性があるのに、そこへのアクセスがまだできていないという状況がありましたので、支援者さん同士の情報交換及び交流の場作り、またそういう善意の方々が全国でたくさん立ち上がって放射能からの汚染ということに課題に立ち向かっていただいているわけですが、その方々が、実際福島に足を運んでいるかというとそうでもない。また福島の県民と直接的に顔を合わせるシーンがなかなかないということがありましたので、支援者さんと、私たち県民との出会いの場ということを考えました。この中で、お手元に資料ございますが、素晴らしい活動されている方々の事例紹介、また、たくさんの、テーマございますが、その中でも5つに、テーマを縛りました分科会、それから現地の見学会、そして、これが非常に大事だったんですが、2日目に相談会ということを行いました。ここでは、
やはり放射能の汚染ということに苦しんでいる県民ですので、できれば一時的にでも疎開したいという方々や、保養プログラムというのがあるんだけど、そういったものはどういうことなんでしょうかということで、情報を、仕入れるというか、団体の方と直接顔を合わせてお話をすることで安心感が生まれますので、その信頼関係にのっとって、